片付けないと。まず食ったものを片付けないと。結構もう散らかっちゃったんでね、この前片付けたのに。テーブルが使えないからさ、片付けないと。とりあえずテーブル片します。そうしないとちょっとスペースがないんで。この前片付けたばっかなのになこの前片付けたばっかなのに。よいしょ。じゃあこれ下げてみよう、とりあえずこれ。よいしょ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 。あれ、なんだこれ、なんか変なスクショみたいになっちゃご飯で一個でいいかな。もうめんどくさくなってきた。ご飯一個でいいか。あれ、クマちゃんまた5個増えてない。あれ。あ、忍者さんからです。クマちゃん5個追加出す。25個出す。クマ25個っていくらぐらいしたんだ。あ、結構来てる。おーまいがおーまいがおーまいが。アラブの石油、ウィルズ、ウィリーズ、ソフトバンク、ソンマサヨシアです。そうか、クマ25個って結構高いんだ。うん。そうだよね。クマってそういえば、花火よりちょっと還元率がいいんだっけ。で、それでいて、1個いくらぐらいだ ?25 個で、俺に今1125円来てるから。そうだ、クマって結構高いんだったわ。いや、1個とかでもちょっと高いのは知ってるけど、そう、10個とか来たら結構なことになる。
あー、匿名の方から。お前が、お前が、お前が、アラブの石油王だ。ビル・ゲイツ、ソフトバンク、相場の、やった。あらさ、知らないよ、そんなの。あっ。いや、ありがたいっすね。熱い。クマはね、確か、ちょっとだけだけど花火より寒いついんじゃなかった。確か。クマだと確か50何パーだったっけな。50、忘れちゃった。多分53ぐらいあるんじゃなかった。まとめ買いとかだったらわかんない。ちょっと覚えてないわ。でも確か、普通の花火よりちょっとだけ寒冷率がいいはず。なんかまとめ買いとかすれば。よいしょ。いや、俺、風呂入ってないからさ、あんま顔出したくないな。もういいよ、もういいよ、見せるわ。恥さらすよ。やばくないっすか？この油まみれの顔と髪の毛。やばいよ。これだから映したくないんだよ。もう油まみれだよ。本当に。顔も油まみれ。髪の毛も油まみれ。フライパンも油まみれですよ。ねえ。うん。ね。資金はね、リボまみれですよ、本当に。うん。配信はアンチだらけ。もういいことないじゃん、もう。本当にね。はぁ。醤油持ってくるわ。いや、ケチャップとマヨネーズ欲しいけどね、ケチャップないんすよ、今。ケチャップが、賞味期限が5年ぐらい切れてるやつしかないんで。さすがにそれ嫌じゃないですか。本当に3000しかないの。いや、ガチっすよ。あの、手持ちはね。ルナ売れば20万ぐらいにはなるけど。20万いかないか、今。15万ぐらいか。あー忍者さん、マジっすか。うわー、クマのファンタスティックとか初めて見たかも。マジっすか、やったー。オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー、アラムの石油王、ミノセン、ビルゲイツ、ソフトバンク、ソフト、やったー、アレスター、アレス、関係知らないです。クマのファンタスティックでこれ初めて見たかもしんない。クマのファンタスティックでこれ初めて見たかも。やった！一気にもう手持ちの資金が倍以上になった。倍以上。これ10個っていくらになるんだろう。ちょっと待って、いくらになる？ 5000 ぐらい？ 5000 ちょっとぐらいか。あ、5000だね。5000来てる。5000来てる。
5000円来て。火の玉もありがとうって言っとくか。火の玉もありがとうございます。うん、すげえ。6125円だった、この枠で。やった。やったぜ。いやー、助かる。資金が一気に倍以上になった。しかし、やばい。倍以上になったのやばいな。しかし商人と違う。いやでも、なんだかんだ言っても、しかし商人だって、確かにしかしまくるけど、それなりにアイテム投げてくれてるからね、ぶっちゃけ。いやー、助かる、救われる。あー、卵もありますよ。クマのファンタスティックとかさ、初めて見たかもしれない、もしかしたら。ちょ、誰かさ、クマの還元率計算してくんないっすか？多分だけど、花火よりちょっといいはず。今俺、この枠で6125円来てるんよ。で、花火一発分があるから、6125から500引けば5625なのよ。つまりは、125個で5625円なんですよ。あ、違う、ん ?5625、合ってるか。5625が、クマ125なんで、それ割る125やって、だとクマの販売価格で計算すれば還元率出ると思うんだけど。あ、遠く目の方です。熊単体45円。あ、そう、あ、あーちょ、マジで、あーちょ、来たー、オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー、アラブの石王、ウィルザ・ビレイズ、ソフトバンク、ソフトバンク、やったー、やった、これ一番来た。1680円だった。やった、匿名の方まだっす。有料の、なんかお化けみたいなやつ。やった、これで一気に倍々になったぜ。これで資金が倍々になった。やった。やったぜ。いやー、マジでありがたい。マジでありがたい。いやー。食いつなぎましたね。うん。いや、油は多いんですよ。しょうがないんですよ。あっ、あと匿名の方、クマシャーだす。もう、ババアとか言うな。いや、別に、ババアはババアでしょ。匿名の方だす。ふわクマシャー4個だす。やったー !4 個です、やった !1 個4個やったー、やったやったやった、あれです。お金を僕に投げようが投げまいが、ババアはババアじゃないですか。あ、お金配りおばさんですよ。前澤さんじゃなく、前澤さんみたいに、前澤さんがお金配りおじさんだったら、お金配り、あー、2個、2等、2個じゃない、2等来たー、ガラガラ、やったー、やった、匿名の方です。引きがいいですね、これ。確か2等って、あんまり確率薄いはず。何パーぐらいだか忘れたけど、なんか 5% とかそんくらいじゃない。5% もなかったかもしれない。いやだ、あ、匿名の方もです。匿名の方もです。
あの、お化けのやつは出す。これなんていうアイテムなんだろう。お化け、なんてアイテムだこれ。アイテム名がわかんないですよね。妖怪坊やってやつ。多分これあの、多分じゃなくあの、有料なやつですよね、イベントの。うん、これ多分1個100円くらいになってるでしょ。120円とか。確か120円くらいになってる。延長なんかしたら50円かかっちゃうじゃん。次枠でいいでしょ、別に。あ、でも料理の途中だから延長する、これ。途切れたらちょっと微妙か。あ、50円使っちゃうけど、いや。じゃあ延長します。もう延長チケット全部使っちゃった。この前のね、配信者応援イベントで20枚来たんだけど、もう全部使っちゃったよ。はん。いや、ガラガラは別に還元率良くないよ。あの、ボーナスついても、結局、その元のあれが低いから、平均的に計算すると、確か花火とかよりは還元率ちょっとだけど、悪い。ちょっとだけだけど。焼きすぎかな。あ、延長のアドス、トーク名のことあるっす。有料のアドス。そうそう、いいか。いや、なんかさ、揚げるとさ、揚げると中まで火が通んないのかわかんない。ちょっと揚げてる感じになってるじゃん、あの、油の量的に。あんまり火が通ってなかったんですよ、この前やった時。この量の油でやったら。だからちょっと、長めにやってみました。うわ、なくなった、もしかして。あ、空だ。まあ、まだあるんですけどね。交換します。あっつ、あっつ、あっつ、ここにちょっと手当たった。あれ、なんでつかないんだ。え、来た。ちゃんとセットできてなかった。そういいか。そろそろいいですかね。わ、もうちょいかな。
もういいか。あと匿名の方、ジュースアダス、トロピカルジュース。あらららら、あ、君が。もったいない、これ。できました。あと匿名の方、トロピカルジュースアダス。フライパンちょっと危険なので熱いし、置いてきます、これちょっと。いや、じゃあいただきたいと思います。できました。あ、飲み物。ではいただきたいと思います。うまい。めっちゃうまい。めっちゃうまいやん。今日は何時に携帯止め、あ、携帯はなんとかなりました。ご飯足んないか。うわ、ご飯足んない。でも、一杯にしとこっかな。太るし。チンしてくんのめんどくさいし、太るから一杯で我慢しようかな。
ああ、足んないな、でも。まあ、いや、我慢しよう。野菜なんて、これに合う野菜って何？あ、でもさ、思ったけどさ、なんか朝飯ってなんかさ、重いもんじゃなくさっぱりしたもん食いたいみたいなのあるじゃん。レタス。でもさ、朝ほど、ね、野菜ってさっぱりしてるもんじゃん。朝ほどサラダ食わなくね、気づいた。あれか、なんか夜とかはギトギトしたもので、それだけだとさっぱりしないからサラダとかつけるのかな。朝って逆にサラダとかあんま食わないよね、考えてみたら。例えばこのウインナーと目玉焼きとかにあんまり野菜とか添えないじゃん。でも例えば結構重いさ、トンカツとかにはもうキャベツとか必須みたいなのがあるじゃないですか。うん。まあ、かすかに、ここに添えるんだったら上かすかも。うまい。ああ、茹でるね。仮想通貨ね、上がんないよね。今とはまた動画、ウインナーご飯しちゃいました。なんか今とまた増とかさ、収入とか貯金とかどんぐらいなんだかすげえ気になんない。多分金ないだろうね。なんかいろんな人から金借りてるもんね。多分金ないよな。今とまたぞって今収入源どうなってんの？てか事務所とか入ってんのかな？どうやって生活してんの、あの人。ビートキヨシは金ないのか？金ないんじゃない？だってさ、ビートキヨシってだって、そもそも仕事してんの？なんかふわっちゃってるよね。完食。ちょっと足んなかったけど。うまかった。いや、ビートキヨシなんて、
テレビなんか一切出てないでしょ。で、営業の仕事とかあるのか知らないけど、でも別に、ビート清志をって、自体にその、なんていうの、呼ぶとこあんのみたいな、お金払ってみたいな。呼ぶとこあっても、そんな高くもないでしょ、だって。ランク的に。うん。いや、それ相方のね、相方のたけしは、いや、もうガチの、ほんと芸能界の本当のトップの人だけどさ、えぐいぐらい稼いでるだろうけど、でも相方は相方じゃん、それ。